皆様こんにちは。将棋の検定準一級パーフェクト講座担当いたします講師の及川かなえと申します。どうぞよろしくお願いいたします。第1回講座となります。第1回講義のカリクラム見てまいりましょう。第1部ガイダンス1、本講座の目的目標。2、将棋の検定準一級ガイダンス1、将棋の検定の概要。2、将棋の検定の特徴、難易度、各級のレベル、合格率、出題領域と合格基準、出題形式についてご説明申し上げます。また将棋の検定とビジネスマナーについてもご説明申し上げたいと思います。3、将棋の検定合格メソッド講義法。4、シラバス。5、本講座とキャリア形成。6、諸実務士に関する解説。7、受講に際して。第2部8、将棋の検定の準一級全領域の実問題を実施いたします。その後回答と解説をいたします。実施目的は秘書検定の全体像を皆様に把握していただくためです。検定への理解を深めるとともに今後のご自身の学習計画を構築してください。9、二次試験面接対策についてご説明いたします。10、第1回講義のまとめエピローグとなります。講義に先立ちまして自己紹介をさせていただきます。受講生の皆様と教学、教育、共生できますこと大変幸せに存じます。有意義な講座となりますよう誠心誠意努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。なお講師の略歴をスライドに記載いたしました。ご参考となりますと幸いです。企業において秘書業務を経験後ビジネス実務教育に従事いたしました。大学院において女性のワークキャリア、ライフキャリアに関する研究を遂行いたし女性学修士を取得しております。学校、企業、政府事業における講師の実務経験です。キャリアカウンセラーとしての経験です。教育的愛情が深く、教学、教育、共生を基本的な理念といたしております。所属学会、団体のご紹介をさせていただいております。秘書サービス接遇教育学会、日本キャリアデザイン学会、日本女性学習財団に所属しております。研究活動もいたしており、著書や発表論文もございます。保有資格のご紹介となります。秘書検定の一級、またビジネス実務マナー検定の一級を取得しております。さらに
秘書実務士や上級秘書実務士の資格も取得しております。皆様を責任を持って秘書検定合格へと導きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは第1回講義第1部開始いたします。1、本講座の目標目的です。本講座は秘書検定準一級の合格とともに、1、社会人としての総合的な資質の育成、2、ビジネス実務能力の向上、3、社会人基礎力の向上を図ってまいります。また4番といたしまして、秘書実務士の取得の要件を満たせるように導いてまいりたいと思います。社会人としての基礎力ポータブルスキルの向上を図ってまいります。具体的には、1、対人能力、人に対するコミュニケーション能力、2、対課題能力、課題や仕事への処理対応能力の向上を図ってまいります。3、対自己能力、行動や考え方のセルフコントロール能力を高めてまいりたいと思っております。本講座の目標です。本講座は秘書検定の準一級の合格、就職・転職のパスポートの取得を図ってまいります。そして社会人として必要な知識、マナー、常識を習得・体得していただきます。さらに社会人としての総合的な資質向上に努めてまいります。知的能力、対人間関係能力、自己力抑制力をバランスよく高めてまいりましょう。そして最終的には人間力の育成を図ってまいりたいと思います。自らを律し、他人と協調し、感謝の気持ちを持ち、心豊かに成長していきましょう。ここで経済産業省の社会人基礎力について確認してまいりましょう。社会人基礎力とは、平成18年に経済産業省が定義づけました3つの能力、12の能力要素から成り立っております。前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力です。そして人生100年時代の社会人基礎力には、この3つの能力、12の能力要素に3つの視点が加わりました。3つの視点、どう活躍するか、何を学ぶか、どのように学ぶかです。本講座を通してこの3つの視点、そして3つの能力、12の能力要素を高めてまいりましょう。2番、秘書技能検定準一級ガイダンス。ここでは、1、秘書技能検定の概要、2、秘書技能検定の特徴、難易度、各級のレベル、出題領域と合格基準、出題形式についてご説明申し上げたいと思います。はじめに本講座で使用するテキストのご紹介をいたします。本講座では秘書検定準一級集中講義改訂版を使用いたします。
1. 将棋の検定の概要。将棋の検定主催、公益財団法人実務技能検定協会のホームページからの出展となります。ご参考にしてください。秘書検定は人柄育成を目指しています。人柄の良い人とは、相手に感じが良いという印象を与えられる人のことです。それはどのようなところで感じてもらえるのでしょうか。表情、態度、振る舞い、言葉遣い、話し方などの人柄の要素で良い印象を与えているのです。どのようにすれば良い印象を与えられるのでしょうか。秘書検定ではこの漢字の良さの表し方について、筆記試験問題と面接試験を通して提唱しているのです。秘書検定は社会に出て働く人なら誰でも備えておかなければならない基本的な常識を、秘書技能という名称に集約して検定問題として出題しています。基本的な常識ですから誰にでもできることですが、漢字が良いと言ってもらえる表し方はどのようにすることが必要か、この部分について試験問題を通して学べるようになっています。秘書検定は社会人に必要なマナーや常識を身につけるための資格と言えるでしょう。ポイントです。秘書検定とは社会に出て働く上で必要とされる基本的な常識を身につけることができる試験です。相手に感じが良いという印象を与えるにはどのようにしたら良いか、試験問題を通して学ぶことができます。秘書検定は秘書になりたい人だけではなく、社会人として必要な知識が問われます。企業知識やビジネス文書はもちろん、正しい敬語の使い方、ビジネスマナー、接遇などについても幅広く学ぶことができます。本講座で習得したビジネススキルは全業種、職種に有効と言えるでしょう。就職試験やインターンシップにも生かすことができます。ここまでのまとめです。秘書検定は文部科学省講演の資格です。資格取得によりビジネスマナーの知識があることの証明になります。またマナー系の資格として知名度と実用性が高い資格です。ご説明申し上げましたように、秘書になる人だけではなく、一般企業で働く人、公務員や教員も含め、職業に就くすべての人に有効な資格と言えるでしょう。秘書技能検定は年3回実施され、年間約12万人が受験しております。なお、準一級は、年2回の実施となります。受験に年齢等の条件はありません。誰でも挑戦することができる資格です。ここで秘書技能検定資格取得のメリットを見てまいりましょう。先ほどもご説明申し上げましたように、1. 社会人として必要なマナーや常識を学ぶことができます。 2. 資格取得の過程で主に以下の知識やスキルが身につきます。社会的常識と経営管理に関する知識、マナーや話し方、接遇などの知識やスキル、会議、文書作成、資料管理など
仕事を行う上の知識、スキル。秘書としての仕事を行う上での資質。秘書の基本的な役割です。